こんにちは、ヤカミです。今日は日付が変わって2月の29日の木曜日になりました。ということで、いろんなあったんで Vlog やっていきたいと思います。2月の29日って、4年に1回しか言わないからね。これ、レアですよ、今日は。レアな日が始まりましたけども、皆さん、楽しんでいきましょう。ということで、隣の芝は青いとかさ、いいなーとかさ、あ、いいよ、一緒か。いいなーっていうことってあるでしょ。俺、それめちゃくちゃ思うことがさ、店舗をやってる、店を持ってるビジネスをやってる人は、まあ今、それは順調な人もいっぱいあると思うけど、やっぱり固定費っていうのがさ、すごいかかるでしょ。だから、あらりからさ、家賃とか人件費とか、その社会保険料とかさ、なんかその毎月、まあ、リースとかさ、なんかまあいろいろあるでしょう。固定費っていうのがさ、ネックになるじゃん、店持ってると。だけど店持ってない人はいいよな、固定費ないからって思うこともあるわけ。こんなん固定費なかったら全然いいやんみたいな、あの収入ゼロでもゼロでしょみたいな、マイナスにはならんやんみたいな考えの、まあ、飲食店だけじゃなくてお店やってる人はさて思うことってあると思うんですよ。でも逆に店舗を持ってない人がからしたら、いや店舗さえあればな、もうちょっとこんなことできるのになとかって、店舗持ってないからなんか夢が広がるわけですよ。でもそれってさ、お互いさ、ないものねだりでしょ。ちょっと違う、ないものねだりじゃない？まあ、そんな感じでしょう。店舗持ってる人は、ああ、店舗ないビジネスの方が良かったなーって。俺さ、二個ともやっとるもんで、店舗ビジネスも、非店舗ビジネスっていうのかな。店舗も持たない。まあ、映像制作とかさ、野外の、そのイベントの音響とかさ、それは別に店舗がなくてもできるわけよ。まあ、ちょっと倉庫とかいるけど、だから俺はさ、そっちってさ、売り上げが上がるとさ、それに対する経費ってめちゃくちゃ計算しやすいもんで、うち車を持ってないからさ、大きい現場の都度にハイエースを借りたりとかさ、まああとはその現場に向かうオペレーターの人件費だったりとかさ、まあそんなもんなんだわ。だから映像も音響も初期投資はいるけど、そんな大した初期投資もなくて始められるビジネスで、あとはまあ受付するためのホームページだったりとか、まあその辺の管理費とか、その固定費とかだって、まあ人を雇わずにその現場単位で外注でやってればめちゃくちゃ利益率は高いわけ。本当にめちゃくちゃ高いわけ。だけど店舗もさ、やってるんだけど、店舗っていうのはやっぱりその固定費がでかいもんで、まあ仕入れとかもあるし、どうしてもなんかこう利益率ってすごい低いわけ。だけどその分、まあいい時はすごい良かったよ。その利益率が低くてもたくさん売れる時はめちゃくちゃ良かったし、まあ時代が今だもんで店舗はリスクがあるっていう考えになっちゃうけど、まあ時代がもうちょっと昔だったら店舗持ってた方が全然いいわけ。じゃあ店舗持ってる人は、まあまあ店舗持ってる人側のね話なんだけど、今日はその店舗持ってる人ってリスクは当然あるし、まあ今の時代仕入れも高いし、なんかも高いし、家賃も高いしとかで、もうなんかこういう固定費ってリスクしかないよなって思うと思うんだけど、店舗持ってない人からしたらめちゃくちゃ羨ましいわけよ。でもそのなんで羨ましいかっていうところを考えれば、固定費のリスクはあるけども店舗を持ってる強みっていうのもやっぱりあるわけで、もうなんかどう考えてもその強みをさ、店舗を持ってるっていうね、そこも活かしていくしかないわけで、そこを活かせんかったらもうその店舗なんて絶対潰した方がいいと思ったわけ俺も。じゃあその自分が店舗持ってるって強みってなんだろうっていうところなんだけど、俺の場合は、まあ俺の場合はっていうか、まあまず信頼だよね、信頼。
だってもうそこから逃げれんじゃん。テープ持ってるもん。そこにいるもん。あの、なんか仕事するにしたってそこにおるでしょ。やっぱり店舗を構える責任っていうのは、すごいあるし、あとその店舗を作るイコール、そこそこのなんかリスクを負ってさ、初期投資をしてさ、店舗って作るわけ。だからさっき言った俺の店舗がないビジネス、映像制作とかってさ、比較的誰にでもできちゃうもんだから、どうしても、あの、信頼っていう部分では、薄いわけ。だけど、俺が映像とかでちゃんと信頼してもらえるのって、一番最初やっぱ店舗を持ってたっていうことがすごいでかくて、その、あそこの店やっとる人だもんで大丈夫だろうみたいなところで、勝手にこう信頼っていうのが生まれて、あの仕事が取れたっていう経験があるもんだから、やっぱりその店舗を持ってるっていう信頼、そのリスクを負って店舗を作った人なんだっていうところに関しては、むちゃくちゃ自信持った方がいいと思うね。どんな店舗でも。やっぱりその人はあそこに初期投資をしてさ、リスクを負ってでもその商売をやろうっていうさ、責任感がある人なわけだから、だから店舗を間借りしてるとかなんかそういう人はちょっと違うかもわからんけども、その本当に自分で店舗を作って、こう、今ね、家賃も払いながら、いろんな設備もやりながら運営してる人っていうのは、本当に信頼ができる人だと思うんで、まずそこはもうめちゃくちゃ強みになると思いますよ。あとはやっぱり店舗持ってない人が店舗いいなって思うのは、多分さ、こう机上の空論なんだけど、何をいくつ売れば黒字でしょみたいな、その物を売りやすいっていうかさ、お店だからさ、その安いものだろうが高いものだろうがさ、こうなんか非店舗でサービスを売っていくよりもさ、店舗イコールなんか物が売りやすいっていうさ、イメージがあると思うわけで、それも俺間違いないと思ってて、そのやっぱりちゃんとした店やっとればさ、あの例えばその道端で俺カレーライス作りましたんでこれ買ってくださいとかっていうよりはさ、お店でさちゃんとメニューがあってそこの中にカレーライスがあった方がさ売れると思うわけ。まあそれはちょっと前にも話したブランディングとも通じるところはあると思うんだけど、やっぱりそのもうお店だっていう概念がお客さんを持ってきてくれて、まあそれも信頼なのか、そのやっぱりその店舗を構えるってことはその売りやすい、まあ売りやすいイコール信頼が持てるっていうところ、まあここに尽きるかなと。だからまあ今さ、その固定費が厳しいとかさ、いや、いっぱいあると思うんですよ。そういう赤字の、赤字じゃなくてももうギリギリの店舗とかさ、なんかもうこれ以上売り上げ伸びないんじゃないかっていう店舗って、たくさんあると思うんですけど、絶対なんか憧れられてますから、店舗持ってない人からしたら。夢ですから。今、あの自分がやってることっていうのは、誰かの夢なんで、まあ、それぐらい価値があることなんだよね。お店持ってる。ね、価値もあるし、信頼もあるんだよね。だから、そこに本当に自信持ってやんないと、店舗を持ってるリスクなんてもうリスクでしかなくなっちゃうから、そのもう一回さ、やっぱりこう、自分が店を持ってるっていう、店舗経営の経営者の皆様は、そこマジで誇りに思った方がいいと思うし、自信に してった方がいいと思うし、なんかその自信とかさえあれば、なんかもっといいサービスを生んでいけば、その運営が厳しい店でも黒字に変えていけれるような気がする。だからそのもう一回その自分の店舗の中にどういうスペースがあるかとか、これを使ったら何ができるのかっていう、一回なんか例えばカフェだからコーヒーしか売ったらいかんみたいな固定概念っていうのをさ、一回壊してさ、新しいサービスを考えたりとかするとさ、絶対なんかいいアイディアってあると思うんだよね。だからその店舗を持ってる皆さんで、もうリスクだわーって俺もマジで思ってたもん、ちょっと前まで。もう店舗リスクだわーって、うちも毎月450万ぐらいはさ、そういういろんな経費で必要なわけ。
で、売上が伸びん時とか、マジで店舗はリスクだわーって思ったけど、売上がある時はさ、当たり前のようになんか、店が売上上げてくれるみたいな状況だったもんで、もう赤字になって初めてさ、店ってリスクだわーって思ったけど、まあそのマイナスなことだけじゃなくて、その店を持ってる強みっていうのは、絶対にあると思ってやれば、まだまだそのせっかく店を作ったんだからさ、なんか最初めちゃくちゃ金かかるでしょあれ、なんか電気工事一つにしてもさ、なんか業務用の 200V のやつを引かなかんもんで、どうのこうの、何それむっちゃたっけえかとか言って、普通のコンセントじゃいかんのとかさ、まあ、店舗って本当になんか結構大変なので、ここは防水にしとかなかんもんで、どうのこうのでちょっと上がりますねとか言ってさ、何それと思って、もうめちゃくちゃ金かかるもん、ちっちゃい、めちゃくちゃちっちゃい店作るだけでも5、600万は平気でかかっちゃうしさ、みたいな。だけど、そんだけのものを覚悟して作ったっていう根性もすごいと思うしね。あの、店舗経営者の皆さんはね。ということで、みんなでちょっと自信持って、店持っとるぜ、俺みたいな感じで。若い時そうだったでしょ。俺店やっとんだわ、みたいなさ。なんかちょっと、ドヤ顔で言っとったのね。最近ないもんで。でもやっぱり店は、誇りに思ってやってきたよねっていう話でした。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。